こんにちは。最近豚の角煮を炊飯器で作るのにハマっているいくみママです。今日は、我が家の姉妹2人が夏休みにキッズデュオのサマースクールに行ってきたので、そのレビューをしたいと思います。ちなみに案件とかじゃないのでね、本当に正直にレビューしていきたいと思います。おうち英語民あるあるかもしれないんですけど、なかなか英語の友達ができないですね。うちインタースクールとか、あと DWE とかもやってないので、なかなかね、そういう英語友達と出会う機会っていうのがなくて、まあ、それがね、欲しくてですね、近くのキッズデュオ、放課後預かりの方に、まあ、今回夏休み10日間姉妹で入れてみようっていうことにしました。で、2人で10万かかったよ。10万。高いよね。高いけど、内容を見ると、相場なのかな、相場よりちょっと安いぐらいなのかなと思って決めました。小学生コース10回っていうのに申し込んで10回、基本料金と入会セットっていうのを合わせて 45,430円でした。で、午後行ったりするとこのおやつ代っていうのがかかってくるんで、まあ大体ね、5万円弱っていう感じかな。お弁当、このお弁当ね、申し込めばつくんだけど、お弁当はうちから作っていきました。うちから作ってたので、まあ、普通にそれはかかってないっていうことなんだけど、小学生コース10回で45,430円。10回コースと比べるとさ、10回コースは 34,430円だから1万円ぐらいしか違わないのに、回数が倍いけるってことで、ここがなんか結構お得感があるなと思って10回コースにしました。で、次女、年長さんも、同じく10回コースで 45,430円ですね。2人とも同じ金額、だいたい、まあ、10万弱ぐらいで2人とも行った感じです。で、まあ、午前コースか午後コースかっていうのをこう選べるんだけど、午前中はね、こういう風ななんかサマーアクティビティっていうので、外部生も内部生も、どっちも来れるようなアクティビティをこうやってるんですけど、これすごいんだよ。なんかゼリー作ったりね、こう工作で時計作ってくれたりするの、ね、これ丸つけてるのがなんか本人たちが行きたいって言ったやつ、ちょっとアンケート取って、クリスタル石鹸とかも作ってきました。なんかもうすっごい楽しそうで、この午前中のアクティビティっていうのは。で、この午前中の期間っていうのは、やっぱりサマースクールだけ来る外部生向けに、やっている講座らしくて、正直、英語だけで、オールイングリッシュでレッスンが進んでるっていうよりは、日本語と半々だったっていうふうに、そういうふうに聞いてます。英語初めてのお友達が多いってことで、まあ、それで日本語で対応してくれてるのかなっていう感じ。まあでもね、せっかくサマースクールなんだから、緊急時以外はね、こういうところはオールイングリッシュでやってほしいっていうのが本音なんだけど、まあでもこういう風なアクティビティっていうのは家でさ、用意したりとかって結構親も大変だしね、散らかるし、そういうこととか考えると、まあアクティビティ付きで、まあ英語半々ぐらいでやってくれてる、まあ本人たちがね、楽しいのが何より良かったのかなって。またキッズデュオ行くってすごいね、騒ぐぐらいね、楽しかったみたい。先生たちもすごい子供の扱い上手で、なんかめちゃくちゃ懐いてました。先生たちすごいいい先生たちだった。それはね、校舎とかにもよるのかもしれないけど、私たちが行ったところは、すごくいい先生たちでした。で、校舎責任者の方の話によると、まあ、午前中はやっぱり外部生向けのプログラムっていうことで、まあ、こういう風なキャッチーなね、アクティビティが入ってるんだけど、午後とかは、午前か午後かね、こう選べるんだけど、午後はね、アクティビティとかが、少なくて、普通に、いつもやってる通常通りの英語学童っていう感じのプログラムなんですね。この午後コース、1時半から7時半。これ、預かり時間すごい長くないですか、小学生。ちなみに幼稚園生は午後はね、2時半から6時半4時間なんだけど、小学生になると6時間も2時間も増えるんだけど、まあ途中でね、迎えに行っても全然いいんだけど、最長やっぱり6時間預かってくれるってすごいよね。小学生10回コースで最高60時間っていうことは、1時間757円で見てくれるってことなので、英会話教室とかと比べるとかなりコスパよく、長い時間英語に触れる時間を確保できるのかなっていうふうに思いました。英会話教室とかの方が英語の質はいいと思うんだけど、まあ、英語上達に関してはもう質より量が圧倒的に大事なので、まあ、量を確保できるっていうね、こっちの方がまあ英語上達しやすいかなと思います。私はね、10
コースの10回のうち5回は午後コース、5回は午前コースっていう風に選択しました。それによって来てる子たちがちょっと変わってくるみたいなので、まあお友達作りにいいかなと思って午前午後ね行ってみました。でも子供たちはねやっぱりね午前のアクティビティがねめちゃくちゃ楽しすぎるから午前中行きたいっていう風にやっぱり最終的に言ってました。午後はちょっとね時間も長くてねちょっと間延びするみたいなちょっと飽きちゃう疲れちゃうみたいなことを言ってました。はい。でちなみに我が家の行ってたキッズ寮はアメリカ出身の先生方が結構多かったんですね。それがまあ入れたいなと思った大きいきっかけの一つだったんですけど、我が子はネットフリックス、YouTube、ディズニーとかで英語のヒアリングスピーキングができてるというか鍛えてる、子たちだったので、やっぱりアメリカンイングリッシュを話す先生の方がコミュニケーションが取りやすくて聞き取りやすいっていうのがまずあっていいなと思ったっていうとこと、あとねTOEIC とか、共通テストっていうのがやっぱりほぼほぼ、アメリカンイングリッシュで収録されている、まあブリティッシュイングリッシュとか訛りのあるイングリッシュっていうのも収録されてるんだけど、ほぼほぼアメリカンイングリッシュで収録されてるので、まあその辺を考えるとアメリカンイングリッシュに、親しむのはいいのかなと思って、まずそこがねこの値段でアメリカ人の先生っていうのがねすごく大きいなと思って選んだ一つのきっかけですね。私はブリティッシュイングリッシュね、すごくトラディショナルでかなり好きなんですけれども、まあ、あとね他の、フィリピンのイングリッシュとか、まあ、シングリッシュ、まあ、インドなまりのイングリッシュとかいろいろなね英語に、まあ、後々親しむことって大切かなと思うんだけど、まあ、今はね子どもたちなのでまず基礎固めとしてアメリカンイングリッシュで固めたかったっていうのがあったので、まあ、アメリカンイングリッシュをさ喋る先生がたくさんキッズ寮にいたのがねとても助かりました。はい。読み書きですね。読み書きの方も午前午後、どちらもねやってたみたいなので、それがね幼稚園生と小学生分けてどういうことやってたかっていうのをちょっと紹介していきます。こっちが幼稚園生の次女ですね。幼稚園生の次女から、まあ、どんなことやってたのかっていうのをちょっと紹介すると、まあ、こんな感じですね。アルファベットを、まあ、トレースしたり、What did you do today? Draw pictures. ね、まあ、文章とかでは書かないで、絵でこうやって表現しましょうっていう感じですね。これはアイスクリームサンダーを作った日ですね。次女がお絵描きをしてます。まあ、こういうアルファベットちょっと書いてみようっていう形ですね。幼稚園生が。ちょっとね、あとハサミでチョキチョキしたりっていうアクティビティも少しあるみたい。あと塗り絵したりかな、塗り絵したりっていうことをやってみたみたいです。まあ、幼稚園生はまあこんな感じ。夏休みこのイミグレーションっていうのをやってくれて、イミグレーションっていうのは入国審査なんですけども、飛行機での CA さんとの会話とかこういうのをやってくれたり、ホテルとかね、旅行での英語の使い方をちょっとやっててくれたのがすごい良かった。こういう風に幼児さんの読み書きをキッズ寮ではやってくれてたんだけど、まあそこまでそんなにはたくさんはやらない感じですね。まあ、普段のキッズ寮の英語学童でも、もしね英検とか読み書きをちゃんとやりたいっていうことだったら、まあ自分で家で自分たちでちゃんとやるしかないのかなっていう印象でした。これも校舎によるのかもしれないですけど、私たちの行ってた校舎では英検を取ってる子はあんまりいないよっていう、そういうお話でしたね。だからね、読み書きをねもうちょっと教えてくれてもいいのかなっていう、そういう印象を持ちましたね。はい。で、小学生はまあどんなことを、したのかなっていうと、これは小学校2年生の長女の方ですね。まずはなんかアルファベットのトレースですね。あとダイアリー、ここちゃんとセンテンスを書かせてるのいいですよね。一文センテンスを書かせて、 Today I made an ice cream sandwich. It was good. I think I want to make it again. このアイスクリームサンドイッチをすごい好評だったみたいですね。I made a piggy bank. It was a magic piggy bank. I think I want to make it again. 同じ文言しか書かないっていう感じなんですけど、顔が写ってるからあれだけど、午前中のアクティビティとかはね、その日の写真っていうのをこうちょっと思い出にしてくれて、印刷してくれたりするのが良かったですね。単語の練習を、いや、ないよりはいいよね、やっぱりね。そんなにセンテンスとか、まあ、自分の思ったことがすごいスラスラ書けるようになるっていうの、これで書けるようになるっていうふうにはそこまで思わないけど、もしかしたらまあ5、6年生ぐらいには
結構小学生になるとこういう風にやってくれるからいいかなと思います。 Today I found a lost treasure. It was fun. I think I want to play again. また同じ文言なんですけど、まあ、あの書かないよりいいじゃないですか。あのこういうセンテンスを少し書くのがいいかなと思いました。ちょっとこのアルファベット練習とかはさすがに長女はいらなかったかなって思うんだけど、でももうちょっと丁寧に書いてほしいね思うんだけど、まあ、あのちなみに長女が今、ホームスクリングでやってるのは英検2級のライティングだから、まあ、こんな感じ、いつもこういう感じなので、そこまで一人一人に合わせてやってくれてるかっていうと、まあそうでもないんだけど、でも長女も書けないやつとかもやっぱりやってくれてるの、スクワールとか絶対書けなかったと思うので、もういいペーパーワークだったのかなっていうふうに思えるし、これをねキッズデュオで幼稚園生から小学校高学年までずっと、放課後学童としてね入れてきた、入ってきたっていう子も多分小学校高学年になったら英検4級5級は簡単だと思うし、ライティングのある3級とかもね取りやすいんじゃないかな。とはいえ英語学童としてまあ長い間ね普段から預けてる場合はもうちょっと英検指導とか、まあ、読み書きの指導っていうのがもうちょっと入っててもいいのかなっていうふうに思いました。普段のね英語学童としてこの感じだったらちょっと読み書きやれば英検バンバンキッズ寮に行ってる子取れそうな感じがするんですけど、どうでしょうか。校舎にもよるのかな。もしねキッズデュオ行ってる方でうちの校舎にはバンバン英検取ってる人たくさんいるよっていう人とかがいたらね、コメントなどで教えてください。もう一つねすごく良かったのが、行ってたキッズデュオの先生方っていうのが、まあ、すごい優しくて子どもたちの接し方がすごい、良くてですね、偶然スーパーであったりとか、あと幼稚園でねキッズデュオの送迎に、来ていらっしゃる先生と、まあ、偶然、うちの子が会った時なんかもすごい気軽にね元気っていう風に英語で声かけてくれて、ちょっと英語で会話してくれたりして、そこがもうなんか行ってよかったなってすごい思ったポイントですね。もちろん先生の対応は校舎にいる先生方にも人にもねよると思うんですけれども、私の行ってた校舎ではもう本当に大満足のいく本当にありがたいなっていうふうに思える先生方ばかりでした。ということでキッズデュオのサマースクール2023年に姉妹で通わせてみたっていうことなんですけども、まあ総じてねすごく良くて、まあ満足感があったなっていうことだけど、まあ、次の冬休み春休み夏休みに、また子供を通わせたいかっていうと多分通わせない通わせられない、うん、我が家は赤ちゃんの頃からおうち英語で結構英語が喋れるようになってきたけれども、まあほぼほぼ英語にかけるお金っていうのはずっと無料でやってきてたから、英語学習はお金がかからないものっていう風に思ってるし、これからもなるべくかけたくないんですよね。学校だって私立とか行くかもしれないし、他の習い事もあるし、留学とかもするかもしれないし、だから休みのたびにやっぱり2人で10万かかるっていうのは高い。そして10日間ぐらいではそこまで英語が改善する、上達するっていうことももちろんないですね。言語っていうのは時間がかかるものなので。でもさっき言ったようにキッズ用のカリキュラム自体はもう本当にものすごく良くて、先生とかもすごく良くて、ネットフリックスとか、まあ、動画とか、だけではなくて、まあ、大人とね、生きた英語で、まあ、だんだん英語が上達するっていうのももうとても脳にもいいと思うし、家だけでおうち英語だけでやるよりも飛躍的に英語を喋れるようになって読み書きもできるようになると思います。まあ、あとはうちが、まあ、例えば共働きとかで時間の余裕がなくておうち英語やる時間がないよとか、めんどくさいなとか、あとまあ油田のようにねお金があったとしたら、まあ、キッズデュオをやらせてたかもしれないですね。はい、でそもそもね英語友達を作りたくて地域のキッズ寮にね今回行ってみたわけなんですけれども、やっぱり10日間午前午後と時間をずらしてしまったのもあって、まあ、あとはなぜか同じ小学校の子があんまり通ってなかったということもあって、英語友達は結局できないままに終わったんですね。まあそれがおうち英語のね弱点かなと思います。英語友達がもう全然できない、なかなかできないっていうね、仕方ないのでね、またオープンチャットとか、まあ、そういう、英語友達募集みたいなところでね英語友達をこれからもねちょっと探していこうかなと思ってます。